アクティブシニアの皆さん、今週もハッピーで充実したシニアライフをぜひ見つけましょう。お互いを気遣う見守り。どうした、心配事か。しばらく実家に帰ってないからお母さんの顔見てないなと思ってね。時々電話で話してるし元気なんだろう。そうなんだけど、なんだか不安もあるのよね。お母さん一人暮らしだし、見守りができるようなことを考えてみるか。大切な親族と離れて暮らす、特に高齢の親が一人暮らししているなど、心配が尽きないという声が多く聞こえてきます。そんな中、日常生活を見守ることのできるいろいろなタイプのサービスが増えてきました。例えば、さまざまな家電製品などに使用状況のセンサーがあって、離れた人に伝えたり、突然の体調不良の時などに通報できたり、実際に電話で話したり人と会ったり、もちろんこれらは一例ですが、見守られる側、見守る側、それぞれにとっては、一人で暮らす親がいる離れた家族にとっては、日常の事故など安否確認のために、一方の一人で暮らすシニア本人にとっては、健康面の悪化や話し相手が欲しいなどの心身の不安を心配している方が多いようです。例えば、身近なものとして郵便局の見守り訪問サービスがあります。高齢者の住宅を直接訪問し、生活状況を確認、指定の報告先へ連絡するというサービスです。見守りは本人や家族にとって経済的な負担にならない、簡単で継続して使えるというサービスを選ぶことが大切です。じーん、何、どうしたの。いつまでも私が見守っていくからな。まあ、嬉しいわ。